クラブトリコなんかはゼロからのスタートっていうところでもう気持ちが新たにいいスタート切れるんじゃないかなって思うんですよ。あの田舎で上京したい人とか、あとはその他の店舗さんで働かれてるけどなかなかうまくいかないなとか、もうあのどんな方でもうちだったらチャンスがあるんじゃないかなっていうところで、もうどしどしお待ちしてます。数多くのレジェンドホスト、スターホストを輩出し続ける KG プロデュースに新たな勢力として電撃参戦を果たしたグループ9。未経験入店から数多くの活躍者を輩出するグループ9ボーチェは年間ランカーも誕生し、年々その注目度が増している。そんなボーチェをここまで成長させた代表取締役櫻井宏がプロデュースする2号店がグループ9から誕生。その名もトリコ。新店トリコに移ることが決定したキャスト、スタッフとともにオープン目前に迫った店内へ。グループ9の新たな一歩がここから始まる。新宿歌舞伎町、3月3日からプレオープンが始まった新店トリコ。カメラが入ったのは2月24日、オープン前のトリコ。一から入れ直された内装は準備中からその美しさが感じられた。お店のテーマみたいなのあるんですかね、このテーマの。あります。あのトリコのテーマはこの名前にあるんですけど、フランス語のトリコットっていう言葉から T を抜いた和製物語のトリコっていう言葉なんですよ。このトリコットっていう意味が編むっていう意味なんですね。で、イメージカラーを黒とピンクにさせてもらってるんですけど、要は黒が男性らしさ、ピンクが女性らしさ、それがこう編んでって絡まり合って、あのみんながトリコになれるようなお店にしたい思いが込められてます。照明で演出するっていうところもまた一つのテーマであったりするので、あのムービングライトがぐるぐるぐるってこう動いてる営業の感じが早く見てみたいなっていう、はい、まあ今ここでは言わないけど、はい、今後ねそのトリコに来店してくださるお客様にとっとく秘密なんだけど、はい、シャンパンが入ったらまたすごい。わあ、ちょっとシャンパンが入ったらこれはもう言えないです。もうこれすぐ入れちゃいました。入れていただいたお客様しかまだ見れない。もう入れるしかないですね。入れるしかないですね。ボーチェと全く違うっすね。全然違うね。エロいっすもんね、ボーチェ。エロくないっす、セクシーっていう。セクシーだね。そうです。初めていいですね。成田さんは新店に来ることが決まって、はい、結構直前まで決まってなかったんですか。本当1週間前ぐらいに発表ありまして、まあそこでやってみないかって言われたので、もうぜひやらせてください。高田さん寂しかったんじゃないかなって。あ、もうそこはもうちゃんともう2人で話して、結構長く話しましたね。あ、そうです。いや、もうじゃあお互い成長するために頑張っていこうよって。多分今お互いが助け合ってると思うんですけど、まあ、ここで一旦離れてお互いが別々の道を進んでいくことによってお互いの成長にすごいつながるのかなっていう、うん、まあ、これから落ち着いた時に合同営業だったりとかすると思うので、まあその時の結果だったりとか、まあ楽しみだなっていう。その時はバチバチに戦っていきたいなって思ってるので、もう負けずに倒しに行きます。じゃあちなみになんですけど、ボーチェ、トリコを統括する立場の方についてちょっと聞いてみたいなと思います。これまで数々の会社をプロデュースし、ホストクラブの立ち上げにも参加してきたグループ9の代表取締役櫻井宏とは一体どういった人物なのか。櫻井宏代表は次のスターを育てていくっていうところにすごく尽力されてまして、ボーチェもある程度育ってきてはいるけど、いかんせんやっぱり未経験から のものが多いので、それに加えてこの2号店をまだ任せられるキャストっていうのが正直いないっていうところもまだ事実で、両店舗見られるっていうことで苦労は倍かかると思うんですけど、代表の力がいかんなく発揮されるのではないのかなと。よくあの自分もミーティングさせていただいてるんですけども、まあ、その相談乗っていただいた時に、まあ、これから下の子に対して、まあ、どうやって育てていくだったりとか、まあ、教育理念だったりとか、まあ、教え方だったり一つ一つ丁寧に教えてくださってるので、すごい、親身に向き合ってくださる方で、まあ、すごい頼りがいのある
存在で本当に頼りにしてるんですけど、まあそこに頼り切っちゃいけないなっていう、やっぱりここを進展としてまあやらせていただくからこそ、レートなら任せられるよって言われるぐらい成長して、まあ立派な、まあ一応ホストとなってまあ出世していきたいなってのがあるんで、今はまだお聞きしたりとか勉強することは学ぶことはたくさんあるんですけども、しっかり一個一個無駄にせず吸収して、まあこれからまあ頑張っていきたいなって思ってます。モニターがありますね。そうですね、ここにナンバーパネルが入るんですよ。だから一番最初にここに乗るのは誰なのかなって今からちょっとすごくワクワクしてますね、うん、それこそあれですよね、まあ、ボコチェさん未経験からの人とか多いですけど、はい、逆に経験者の方とかどうなんですか、はい、あ、経験者の方もめちゃくちゃ問い合わせありがたいことにいただくんですよ、うん、で、やっぱりその経験者の方にも、輝ける環境っていうのは用意してます、うん、なので未経験者をもちろん暮らせることに注力していきながらも、やっぱりその未経験者の方たちの模範になれるような経験者もいるとなおのこといいなと思いますね。むしろ俺が引っ張ってってやるよっていう電撃入店とかめちゃくちゃ欲しいですね。やっぱりその一から始めるっていうところです、はい、経験者の人とか求めてるってことですけど、はい、あえてその新店を選ぶっていうメリットみたいなのってあったりしますか。やっぱりその今のお店で長く働かれてると慣れっていうものが出てきちゃって、どうしてもやっぱりそこでやってもうまくいかないなとかってこうメンタルって落ちてきちゃうと思うんですよ。だからこそ心機一転、クラブトリコなんかはゼロからのスタートっていうところで、もう気持ち新たにいいスタート切れるんじゃないかなって思うんですよ。またこう初心に帰るじゃないですけど、あ、ホストってこんな感じだったんだっていうような新鮮味を持ってやれるんで、ある意味チャンスなんじゃないかなと思ってます。田舎で上京したい人とか、あとはその他の店舗さんで働かれてるけどなかなかうまくいかないなとか、もうどんな方でもうちだったらチャンスがあるんじゃないかなっていうところで、もうどしどしお待ちしてます。自分よりやっぱ経験値が高い人さも来る可能性があるじゃないですか。まあ僕1店舗しか見てないんで、僕のしてない経験を知ってる方だと思うんで、はい、まあそういろいろ教えていただいたりとか、まあ、逆に学ばせていただきたいなってところだったり、まあ、一緒に店舗の、まあ、ナンバーワン争って、まあ、一緒にやっていきたいなっていうのが強いです。僕はまだまだこう一緒に立ち会って、まあ、分かんないことしかないので、こう経験者が入ってきたらもっとこう聞いて、それすらも吸収して切磋琢磨して一緒に競っていきたいと思います。まずはグループ9っていうグループをもっと知名度を上げたいので、ボーチに引き続きこの新店トリコもボーチで本店を越すぐらいの売り上げであったりとか、お客様の組数を叩き出せればいいなと思ってます。なので、まあ、夢はもうでっかく今年1年中にうちのトリコから KG の新年会表彰台に上がれるキャストが1人現れたらいいなと思ってます。まあ、先ほども言ったんですけど、最年少で18歳で集まってるんですけど、やっぱりこう18歳最年少で、まあ、官房生だったり副審主任っていう感じでどんどん最年少でっていうのにすごいこだわって上がっていきたいかなっていうのがあって、クラブウォーチにいた時に一番自分が入って感じたことってすごいアットホームだなと思ったん で一番すごい働きやすいなって思ったんで、まあ、そういうお店を僕がこう作ってくれたなと思います。はい、やっぱり僕もやっぱ主任として、まあ、トリコの顔として、まあ、やらせていただくので、まず自分の目標で言ったら、先ほどマネージャーもおっしゃったように新年会の時に、まあ、新店の顔として、まあ、表彰台に上がりたいなっていうのが、まあ、一つで、まあ、ボーチの従業員と一緒に、まあ、トリコとして表彰台を歩けたらなって思います。まあ、あと一番やっぱりトップなんで、下の子の、まあ、教育だったりとか、まあ、人材育成にも力を入れていきたいので、まずやらなくちゃいけないこと多分たくさんあると思うんですけども、まあ、いい店として、まあ、これから発展していけるようリーダーシップを取って行っていきたいと考えてます。現在プレオープンが始まった新店トリコ、新たなスタートを切ったグループ9から目が離せない。